はようございます。今日のテーマです。奥美香はパワートレイルマラソンに出ます。今日のテーマ、奥美香はパワートレイルマラソンに出ます。挑戦ですね。チャレンジします。私ね、やっぱり思うんです。何か前に目標があると自分自身がすごく楽しめるし、そこにワクワクするっていうことをね、気づきます。何か目標がある、目標がなりたい姿が目の前にあった時に、それに対して自分のワクワク感がね、込み上げてくるんですね。その、ワクワク感に沿って生きようと思います。チャレンジします。はい、今年の3月に、35キロの新城トレイルマラソンに出させていただいて、それから、奥美川のパラワートレイルマラソンは4月ですね、来年の4月10日にありますので、それまでの間トレーニングを積んでいこうと思います。そして、でもトライアスロンも大好きなので、練習はバイクもスイムも、重ねながら、ちょっとこうしてね、今日も山に来ていますが、山に入る時間をね、増やしていこうかなっていうふうに思います。人ってやっぱり目標があることで、そこに向かってワクワク楽しめるし、生きてる感じするなって思います。はい、ぜひ、目標を1個決めてしまう、1個決めてしまうってね、いいのかなと思います。いきなりビューンって目標に対してそれがハードルになってしまってはいけないので、自分のやりたいなって思うこと、やりたいなって思ってることがあったら、もうそれをね、やるって決めちゃう、申し込んじゃう、その感じってすごく大事かなと思います。ぜひ、人ってね、目標を持つと力が湧き出るし、元気になります。楽しみましょう。ということで、今日も素敵な一日をお過ごしください。いいことあるよ。楽しんで。Have a good day! ありがとう!